今回は冷凍のねお魚を美味しく食べるための下ごしらえのねやり方を紹介したいと思います。結構冷凍の魚って匂いが臭いなどのね美味しくないっていうイメージが強いのですが、きっちりとしたねポイントを守って下ごしらえを行えばね、安くて便利で使いやすい食材だと思いますので、今回はね業務スーパーさんで買った赤魚の冷凍のものを使って紹介させていただきたいと思います。結構ねコツがありますんで、そのコツをしっかり掴んで調理するとね魚の風味も感じれますし美味しく仕上がりますので、ぜひ試してみてください。それでは今回もよろしくお願いいたします。スタート。こちらがね業務スーパーで売ってる冷凍のね赤魚です。まずはねこの冷凍の魚、まあ赤魚じゃなくても大丈夫なんですが、こちらをね固まってる状態ならね冷蔵庫などに移してね低温の状態で自然解凍させてください。だいたい 5,6 時間ぐらい冷蔵庫に入れておくとねもう半解凍ぐらいになると思いますので、まずは解凍してください。スーパーなんかでねもう切り身で売ってある解凍のものを使う場合はここからお試しください。冷凍のお魚なんですがね、解凍するときにね魚から水分が流れてくるんですけど、まあこれをドリップとか言ったりするんですけど、低温の状態で自然解凍することでこのドリップが出にくくなるのでね、魚が本来持っている美味しさなんかをね外に流れ出さずに調理することができますので、できるだけ低温で解凍してください。もう急いでるときは仕方がないんで袋のまま流水なんかに当てて解凍しても問題はないと思いますが、自然解凍する方がおすすめです。まずはねとりあえず一切れ取り出してみたいと思います。こちらのね業務スーパーの赤魚使いやすいです。6切れね入ってて、これは M 寸なんですけど6切れ入っててね税込みで500円ぐらいですね。もうめちゃめちゃ安いんで家族3人ぐらいだったらね500円とあとちょこちょこっと用意したらねもう1000円以内でご飯にできると思います。まずはお魚の切り身ね、こちら半解凍されてます。この状態をねタオルやキッチンペーパーなんかをね用意してください。このねお魚の中に含まれている水分がちょっと嫌な匂いの元なので、まずはねキッチンペーパーやタオルで挟み込んでね上からしっかりと押さえてください。上からギュッとね結構力いっぱい押さえても潰れないので、押さえることでお魚の中がね溶けてきているこの嫌な匂いを含む水分をタオルやキッチンペーパーできっちりと、出して拭き取ります。このお魚に含まれている水分が匂いの元なのでしっかりと押さえて水分を取り出してください。今回はね煮付けにしていきますのでこのまま使います。焼き物とか揚げ物にする場合は水分を出してからね軽く表面に薄塩をしてねさらに余分な水分を出すといいと思います。はい、まずはねここまで水分をね取り除いたら
さっと霜降りといってね、表面をね湯がいていきます。まずはね、お湯を沸騰させておいてください。そちら、あとね、こちらちょっと冷水、氷水なんかを用意しておいてください。ここまで用意できたら、先ほどね水分を拭き取ったお魚、この冷凍のお魚をねお湯の中に入れてください。そしてね、だいたい5秒ぐらいで大丈夫だと思います。5秒ぐらいね、さっと湯がいて、お魚の表面が白くなったら冷水の方に移します。はい、これがね霜降りというね下処理の作業です。今ね、さっと湯通ししたお魚、こちらのね表面にね鱗なんかが残っていると思いますので、きっちりと取り除いてください。お魚をさっとね表面だけ湯がくことでね、表面に残っている鱗もねしっかり立ってさっと取れます。あとはこの皮目とかね身の方のね浮き出てきた汚れを軽く手でしごいて取り除いてください。こんな感じで綺麗に洗います。ここまでできたらね、もう一度ねキッチンペーパーやタオルなんかで表面の水分を取り除いてください。はい、これで冷凍のお魚の下処理の完成です。ではここから煮付けの方を作っていきたいと思います。まずはお鍋に煮汁を合わせてください。今回の煮汁はね、たまり醤油がね 100cc、 お酒が 100cc、 お砂糖が 100g、 こちらを合わせた煮付け用の煮汁です。たまり醤油じゃなくてね濃い口醤油でも大丈夫ですが、僕はたまり醤油の方がねまろやかに仕上がると思いますので、たまりを使ってます。まあ、仕上がった時の色は若干黒めになりますが、本当に美味しいです。ここまでできましたら、お鍋に火をつけてください。そしてね、このまま沸騰するまで加熱してください。先にね煮汁を沸騰させておくことでね、お魚のね匂いがお出汁の方に回らないので美味しく仕上がります。これもポイントです。煮汁が沸騰してきたらねここでお魚のね匂い消しのために、まあ生姜とかね山椒、そういうものがあれば加えてください。今回はねちょっとこの花椒っていうねものがあるので、そちらを加えたいと思います。結構香り付けにねいいので、生姜や山椒などは入れることをお勧めします。はい、煮汁が沸騰してきたらね、お魚を加えてください。このままお魚を加えて、だいたい中火ぐらいにします。中火ぐらいにしたらね、表面もねしっかりやっぱり煮えてほしいので、キッチンペーパーやねクッキングシートなど、そういうものを表面にのせて落とし蓋の代わりにします。もちろん落とし蓋があれば落とし蓋でも構いません。このままね火が通るまでだいたい5分ぐらい中火で煮込んでください。今ね中火でだいたい5分ぐらい経ちました。5分ぐらい経ったらね、落とし蓋を外してください。こんな感じですね。ここまでできたらね、あとはもうお好みですけど、ちょっと添え物に今回は小芋と豆腐を入れておきたいと思います。まあ付け合わせなんで、大根とかね緑の野菜とかね、そういうものでも大丈夫です。
この甘辛いね煮汁に豆腐が絡んだらむちゃくちゃ美味しいので、僕は豆腐をおすすめしてます。はい、このまま付け合わせの具材を入れたらね、中火のままさらに2分ほど煮込んで温めてください。全体的に温まったらね、完成です。盛り付けていきます。はい、完成いたしました。一応ね、きちっと下処理すればね、お魚のね風味も残してね、嫌な匂いも取れますので、ぜひ試してください。一応ね、今回は付け合わせの豆腐と小芋、こちらをまあ器に盛り付けて、メインとなるねお魚ですね。お魚はね火が入ると柔らかくて崩れやすいので気をつけてください。こんな感じで盛り付けます。あとはね、この煮汁を上からたっぷりと注いでください。こんな感じです。ちょっとね、たまり醤油を使っているので、見た目は黒めに仕上がってますけど、まろやかね、まろやかな醤油の味がして美味しいです。あとね、今回はちょっと彩りが寂しかったんで、刻んだね水菜なんかをね、こう上から乗せて、冷凍赤魚のね本格的な煮付け完成です。はい、完成いたしました。冷凍のお魚もね、きちんと下ごしらえすれば、もう本格的なね風味と味わいを引き出すことができますんで、冷凍のねお魚なんかはね、やっぱり格安で手に入るので、お財布にも優しいと思います。ぜひよかったらね、今晩のおかずにでもお試しください。今回はね、冷凍のお魚の美味しく仕上げるための下ごしらえのコツとポイントを紹介させていただきました。以上でございます。今回もありがとうございました。それでは次回もよろしくお願いいたします。